青井は日本の歌手、ビジュアル系バンドバウンティーの元ボーカル。当初はソロ活動を展開していたが、事務所のスタッフからファナティッククライシスの元メンバー、カズヤを紹介され、2007年3月にカズヤとバウンティーを結成する。バウンティー結成後しばらくはバウンティーのボーカルとして活動していたが、2007年12月12日にシングルビジアンを発表し、 ソロ活動も並行して行うようになる。2008年7月、フランスのビルパントで開催された第9回ジャパンエキスポにライブ出演する。また10月31日から11月2日にかけて、モントルイユで開催されたチビジャパンエキスポにも参加した。2009年6月13日、デュッセルドルフで開催された第8回日本デーに出演する。7月には、 ジャパンエキスポに2年連続でライブ出演を果たした。2010年2月、マルセイユで開催されたジャパンエキスポシュットに出演するが、3月に喉の,の不調からライブ活動の休止を発表した。クールで伸びやかなボーカルが持ち味で、デカダンスな楽曲では抑えて歌うときと、情感たっぷりに歌うときの振り幅の大きさから、力強いインパクトを与える。フランスでも人気が高く、 ジャパンエキスポでは主催者側から熱烈なオファーを受け、異例の2年連続出場を果たした。2009年にジャパンエキスポにライブ出演した際には、現地のメディア4紙から取材を受けている。ビジアンエデン・マスカレード・バーチン・ベール・レクイエム。ありがとうございます。